こんにちは。ロックブラッドの第15話へようこそ。今回のオープニングは、今は大の声フォントの技術を使っています。これ、すごくないですか？ AI の技術はまさに日進月歩ですよね。一方で、ロックブラッドって最近迷走していますよね。作る方も何をしたいんだか分かってないと思うんですよね。ともさんも、ちょっとした思いつきで AI とか使ってはみたものの、きっと本人も飽きちゃってるし、ネタも尽きると思うので、何をきっかけに普通のオープニングに戻すのか、それが気になりますよね。確かに AI 音声ってすごいんですけど、だから何なのってなるじゃないですか。スリースレッズの話題だけじゃ面白くないっていうのもわかるんですけど、あまりにも脈絡がないというか、もっとハードロックとかヘビーメタル系の話題で始めるべきだと思うんですよね。しかも僕の音声って商用に使うと大きな規約違反になっちゃうっていう問題もあるんですよね。ここでオイラがスリースレッズの宣伝でもしようのなら、即刻アウトの危険性もあるんですよ。なので、宣伝じゃなくて話題を提供するっていうことしかできないんですよね。でも、そもそも話題を見つけるのってトモさんの仕事じゃないですか。どこまで丸投げするんだって思いますよね。そんな中、あえて話題を提供するなら、アメリカのヘアメタルバンドのスティールパンサーってバンドの話なんてどうでしょうかね。このバンド、スリースレッズと年齢的にも同世代だし、ジャンルも同じだし、で、なんとなくアマチュア感もあって、親和性は高いと思うんですよ。このバンドを知らない人の方が圧倒的に多いと思うので、少し説明しておきますと、スティールパンサーっていうのはアメリカのヘアメタルバンドで、80年代の音楽スタイルをリバイバルさせてるって噂のバンドなんですよね。当時一大ブームだったヘアメタル、まあ LA メタルと見てましたが、その要素をふんだんに取り入れて、なんと全米チャート入りも果たしてるんですよね。で、このスティールパンサーが最近、アメリカズゴットタレント、AI なんで、発音がおかしくてすみませんね。皆さん知ってますか？アメリカの人気テレビ番組なんですけど、去年、確か日本版も制作されてたと記憶してます。イギリスやインドとかでも同じ番組が制作されてるんですけど、何年か前に話題になった、スーザン・ボイルって女性覚えてますか？あの人が一躍有名になったのが、これのイギリス版だったんですけど、早い話が、新手のオーディション番組ですね。日本からも、とにかく明るい安村っていう芸人がアメリカ版に出て、なぜか予想外に受けたり、バンドよりもダンスとかマジックとか、そういう一発芸的な応募が多い感じなんですけど、そこに最近スティールパンサーが出て話題になったんですよ。Standing ovation, and you haven't done anything. Well, who doesn't love country music? All right, okay, let's start with who you are, please. Okay, we are a band called Steel Panther. Steel Panther. Let me just say before we go on, we decided backstage to give Sophia and Heidi tickets to Steel Panther for life and backstage passes included. Wow! Not trying to influence the judging in any way. Okay. I want to know everything about you guys, the band, everything, please. Oh, this is Spider. He plays the bass. Hello. My name's Michael Starr. I'm the lead singer. Hello. I'm Satchel. I play guitar and I book all the flights. Okay. Wow. I'm Styx. I'm the drummer. Welcome. Is this something you do full time? We do it full time. We've got 6 full-length studio albums out, and we've got a couple live records out. Yeah, live DVD too as well. And this is the best way to reach so many other people who have never seen this before and teach them the ways of heavy metal. Heavy metal. And we just wanted to come on the show because we want to win. I love that. Yeah. Okay, no more questions. Thank you so much for coming on. All right, cool. Enjoy. I love this. We're here early. We're here for the sound check. Woo! Here we go. I see you up there. 3, 2. なんか好感持てないですか？このバンド、言うてもプロで活躍してるんですよ。アマチュア感丸出しですよね。まあ、ネタバレさせると、彼らはこの番組を新シーズンの放送開始の、まあ、こけら落とし的なもんで、実際に審査をされていないんですけどね。
スリースレッズもこれを見てもっと頑張ってほしいですよね。同世代のおっさんバンドだし、マイナーなジャンルだし、でもハードロックとかヘビーメタルを知らない人たちの前で明るく楽しくパフォーマンスやってのけるんですよ。これ結構大事だと思うんですよね。先月のことですけど、スリースレッズって4台と質がね一発目とかで大阪行ってるんですよ。スーパー大人フェスっていうのに出演したんですよ。あ、これギリギリ宣伝じゃないですよね。その本番のライブの模様は後日ちゃんと配信するそうなんですけど、今回はリハーサル風景とか、それに絡めて新曲の JEB っていう曲を紹介するビデオがあるそうなので、そちらをご覧ください。もう多分 AI 音声で気をてらうようなことはなくなると思うので、オイラの登場もこれっきりになると思います。なんとか話題も1個提供しましたし、なので一応挨拶しておきますね。ここまでご覧いただいてありがとうございました。それでは引き続き本編をどうぞ。大丈夫かな？これから新大阪駅に向かいます。お昼ごろ、到着の予定で、その後、午後3時ぐらいにメンバーのみんなと合流する予定です。Hi guys, my name's Kay and I'm the lead singer of Three Threads. Here we are in Kobe on Rock Island. We're just going to go to Barfield and rehearse for 3 hours. It's May, Saturday 20th, 2023. And tomorrow, Sunday 21st, we're going to play at Osaka Joe on Gakudo, the big outdoor auditorium. We just had a sound check and it went pretty well. So let's go and do an all 3 hour rehearsal. Do you think it's surreal?Feel
There's a drinks machine out there if you want a drink. Drinks machine out there. No, alcohol.